グランビィル・レドモンドはアメリカ合衆国の画家である、トーナリズムやカリフォルニア印象派を代表する画家である、聴覚障害者でチャールズ・チャップリンの友人となり、チャップリンの映画にも出演した。チャップリンとレドモンド・フィラデルフィアで生まれた。2歳半の時、昇降熱にかかり、3歳で回復したが聴覚を失った。家族はレドモンドの教育の機会を与える目的もあって、 カリフォルニア州産の税住し、レドモンドはバークレー老学校に入学した。1879年から1890年までバークレー老学校で学び、芸術的才能を見出され、老学校の教師、デステラから絵画を学んだ。卒業後、サンフランシスコの美術学校に入学しマシューズやジュランに学んだ。 カリフォルニアで活動していたピアッツォにニといった画家と親しくなり、ピアッツォにニはアメリカ式手話を覚え、共同生活を送った。1893年にカリフォルニアロー学校の奨学金を得て、パリの美術学校、アカデミー・ジュリアンに留学し、ジャンポール・ローランスとジャン・ジョセフ・バンジャマン・コンスタンに学んだ。カリフォルニアロー学校の卒業生で彫刻家のティルデンと同室に住み、 パリで学び、1895年のサロンとパリへの出展が受理された。1898年にカリフォルニアに戻り、ロサンジェルスに住んだ。1899年に結婚し、3人の子供が生まれた。ロサンジェルスに住んでいる間に、チャールズ・チャップリンと友人になった。チャップリンはアメリカ式手話を使う障害者の表現力に着目し、 サイレント映画の技法に助言を求めた。チャップリンは画家の技量を認め、撮影所にスタジオを与え、レドモンドの作品を収集した。街の明かりの彫刻家の役など俳優としても起用した。画家としては多くの風景画を描いた。ありがとうございます。